皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますみんな待ってる三峡ダムこのチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします1月26日地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です 水位は1 5 6 5 5メートルですおとといと比べると7 0センチの低下21日、本格的に春節がスタートしてから今日で6日目になりますが1 5メートル以上も低下していることになりますダムの貯水側で見ると水位はこの辺りではないかと思われます 昨日の夜9時のデータを見ると、上流の観測所での流入は、毎秒3400立方メートルで、三峡ダムは毎秒3900立方メートルです。このため、ダムの直近と南側の川からの流入の合計は、毎秒500立方メートルと推測されます。前々回からこれらの数値が異常であることをお伝えしているところですが、いまだに状況は変わっていません。一方、 今朝8時の放流量は、毎秒6190立方メートル。単純計算になりますが、21%程度の発電状況と思われます。6基から7基のタービンが稼働していると推測されます。西安チャンネルです。三峡ダムの貯水位のグラフです。春節まで、ほとんど変化がなかったわけですが、21日に大きな分岐点となったようです。ご覧の通り、水位が急激に低下しています。 去年の今頃はというと170.32ですから現在の水位が異常であることがわかりますこれから先ダムの水位について推測してみます春節シーズンも終盤上流の流量が減ったということはおそらく発電量が減ったものと思われますこれまで水位を一定に保ち5月あたりから一気に下げるのではと予測していました春節は27日まででその後土日ですから155メートルに近づくような気がします その後、再び一定水準に戻すのかそれとも145メートルまで突き進むのか週明けに注目ですね先日中国の黄河で複数の人が流されたというニュースが流れていましたこれについては視聴者さんからもコメントいただきました三門峡ダムの下流で発生したとのこと三峡ダムと似ているけど微妙に名前が違います 三峡ダムは長江の本流にありますが、三門峡ダムは黄河にあります。地図でいうと、このあたり。ニュースによると、川の水が急に増水したため、中州に取り残され、その後、複数の人が流されたようです。ダムの放流を突然増やしたからではないか、とも言われているようですが、当局は通常通りの運用だと言い張っている模様。この件を聞いて、2つのことが思い浮かびました。完全に個人的な推測になります。 まず、流された人はおそらく入ってはいけない危険なところに入っていたのではないかということです SNS で写真映えするから川に入ったのかは分かりませんが映像を見る限りかなり川幅のあるところで取り残されていますいつ増水するか分からないわけですから川に入るというのは危険そして当局は通常の運用だと主張しているようですが広報活動などしっかりされていたのかが気になるところです こちらは去年京都の宇治に行った時の映像です。川沿いに宇治発電所という水力発電の施設があるのですが、放流量が減る時であっても案内放送がされています。まもなく放流量を減らしますので、川の水が減ります。十分。 また関連のパトロール車が周辺を回って広報しています三門橋ダムの下流でもここまできめ細かい周知がされていたのかどうかは疑問なところです番組の途中ですがここで臨時ニュースですシャオミ最大10の人員削減に着手 ジャパンが伝えています記事によるとシャオミは去年12月20日の公式声明で定期的な人員の最適化と組織の合理化を最近実施し全従業員の10%未満に影響が生じると述べたそうです同社の第3四半期決算報告によると総従業員数は9月30日時点で 35, 3万5314人その大多数が中国本土を拠点としている模様 例の政策の経済的余波と世界的なスマートフォン需要の鈍化という問題に直面しているとのこと以上「シャオミ最大10%の人員削減に着手」についてお伝えしました西安チャンネルです。今のニュースについて少し視聴者さんの中でシャオミという名前を知っている方がどれくらいいるかはわからないのですがスマホのメーカーで販売台数は第3位になります 世界での販売台数ランキングは次の通り1位がアップル2位がサムスン3位がシャオミ4位がオッポそして5位がビーボですアップルはアメリカサムスンは韓国あとはすべて中国ですそのうち今回の記事ではシャオミが人員削減している最中だと報じられました Google も Facebook を運営するメタも同様に人員を減らしていると言われて最近の世界的な流れになるかと要するに今年の景気はそんなに明るいものじゃないことがうかがえます そんな中、あちらさんは、2023年に経済が回復すると行きまいているわけですが、肝心のアメリカが絶好調、というわけではない中、果たしてどうなるでしょうか。足元のニュースを見る限り、あまり期待できなさそうです。皆さんはどう思われますかそういえば、こんな企業も昔、ありましたね。西安チャンネルです。こちらはダム周辺の月別、年間降水量になります。 例年1月の降水量は少ないためまとまった雨は期待できないでしょうウィンディーを見てみます今週の予想ですこれを見る限りしばらく雨は期待できそうにありません次に雨の予想が出るのは来月2日となるとますます三峡ダムの水位は下がりそうですね続いて日本ですこちらは朝8時までの雨雲レーダーの実績 山陰から北海道まで、日本海側を中心に雨雲が広がっています。関西も朝から冷え込んでいます。さらに、ウィンディーによる予想です。気象予報士ではないので、予報明たことは言えないのですが、少なくとも雪のマークが、しばらく出続けていることだけはわかります。ご覧の通り、あまり見られないほど日本列島がすっぽり包まれる感じ。気象庁によると、10年に1度の寒さということで、引き続き注意したいところですね。 最新の気象情報を随時ご確認くださいさて、中央の放流施設からの放流の目安として、毎秒24,000立方メートルということをお伝えしてきましたこれは、2021年、現地映像がリアルタイムで流れていた時期に、確認できた状況から、そうではないかと考えています 10月7日朝の現地映像では中央の放流ゲートから放水されていましたが夕方に再度チェックすると放流がストップしていましたこの時間帯の放流量を確認してみると毎秒2 6000立方メートルあたりではゲートがオープンしその後毎秒2 4000立方メートルあたりではゲートが閉まっていましたですからゲート開閉の目安はこの2 4000というのが一つの基準となるかもしれないと思った次第です 複数回、確認したわけでもないので、あくまでも推測レベルとなります。さて、中国で超高圧直流送電プロジェクトが7月1日に完成したようです。すっかりおなじみの、バイフタンダムからスタートし、沿岸部の高素省までの超高圧送電網だそうです。途中、四川省、重慶市、湖北省、安基省を経由して、総延長は2000キロ以上。 こちらもすっかりおなじみ、例の製作の象徴的なプロジェクトですね。それでは、起点となるバイフタンダムについて見てみます。こちらはセンチネルの衛星写真。画面上部が下流で、下が上流になります。発電用に水を取り込む設備はこちらです。左岸、右岸、それぞれ4本の放流路があり、こちらから放水されます。 三峡ダムと違って当チャンネルの知る限りこのダムの放流量などの詳細データは公開されていませんしかしここを見ておけば発電しているかどうかだけはわかりますでは実際に見てみましょう4月26日の画像です1本の放水が見えますわかりやすいですね次は7月10日です拡大してみると1番のゲートから放水されています 少なくとも2番から4番は水の流れが確認できませんこのダムは本来発電がメインで建設されたわけですがこの暑い夏にめいっぱい発電しているようには見えません逆に常用の洪水ばきからドバドバ流していますよね立派な送電網を構築しても大元がこれではダメダメだと思うのですが皆さんはどう感じられますか